はい、今、わけあってですね、最初からプレイしているんですけど、というか、エンディングね、もう一個あるじゃないですか。で、選択肢なんじゃないかと思いまして、そこがもしかしたら、エンディングで分かれてるんじゃないかっていう説を立てまして、今、最初からやってるんです。セーブデータ残してたと思ったら、上書きしてました。だから、ついでにね、ちょっとここの春画のシーンをね、ちょっと、おバカって言ってみたいと思いますよ。おやおや。イッサさん、何見てるの？ん？春画だよ。お雛にはまだ早いんじゃないかバカ。い？ そう怖い顔しなさんな。エッチ。スタンディングオベーション。はい、カットしまーす。ついでにここも見ておこうかね。ゲームオーバーになるのかな？0秒になったら。おトイレ？ついてこないでよ。おっと、失敬失敬。よし。中、人の中、人の中食べたい。食べたい、食べたい、食べたい。3、2、1。ゼロ、いただくうまそう。なんだ、食われるだけか。一かじりされただけじゃん。一発ゲームオーバーかと思ったわ。はい、じゃあ、また、ちょっと改めて、やり直しまーす。来たー、戻ってきたー。やっと戻ってきましたよ、温泉までね。なぜ温泉かというと皆さんお分かりですね。例の選択肢。もう一個の選択肢が、きっと、最後のエンディングを見る鍵になるのではないかということで、最初からやり直してまいりました。まあ、多分ちょこちょこカットして前のシーンとか入れてると思うから、もうみんな最初からやってることは分かってると思うけどね。こじんまりとしてるがいい風呂だね。人の匂いを落とさないとね。オッケー。さあ、ここが大事だよ。何が大事かっていうと、まずここの、このちょっとした距離感の中のこの気まずい空気。ひなこちゃんのこの、ちょっとお風呂入りたいんですけど、なんでイッサさんここにいるんですかね？ちょっと恥ずかしいんですけどね、みたいなこの空気も良ければ。ここにいるの？イッサさん。え、ダメかい？このなんか、すっとぼけな感じのイッサさんも可愛いしね。ダメかいじゃないよ。ダメだよ。でもおひなをまた一人にするのは危ないからね。入浴中にでも襲われたら。もっともらしい理由つけて。じゃあ、あっち向いててね。おひなの推しに弱いところが好きさね。こっち見るのは許してないからね。はあ、かわいいね。ここの、もうこのやりとり。ああ、そしてこれですよ。お帰り。実家のような安心感。気持ちいいよ、極楽だよ。そうかい、そうかい。羨ましいね。よし、傷が治ったと。ここら辺は文章はきっと同じでしょ？イッサさんが会いたい天にいる人ってどんな人なの？そうさね。可愛らしい子かね。やわっこくて、肌が白くて。外見だけじゃなくて中身も。中身かい？そりゃもちろん中身も愛らしい子さね。気立てが良くて働き者で心優しいと来たもんだ。ただ、村の人間とはあまりうまくやれてないようだったね。どうして？いい人そうなのに。あの子はよく私の祠に来てくれたもんでね。普通の人の子なら聞こえないはずの私の声が聞こえてたみたいなんだよ。最初のひなこちゃんが見せられていた記憶は、確かにその村娘が一人で喋っているだけの記憶だったもんね。こう、それはあれだったんだね。イッサさんの中の記憶だから、イッサさんが自分が喋った言葉ではなくて、キノハさんが喋った言葉を記憶していたってことだよね。ああ、真実と真実がこう、点と点がね、線になっていく感じがもうたまらない。それでどんどん私に話しかけるもんだから、他の村人からしたら独り言を喋る娘だろ？
気味悪がられてしまってどんどん孤立してね。その頃の私も人に話しかけられるなんて初めてだったから、そりゃもう楽しいやら嬉しいやらでね。もう祠には来ないよう、あの時言ってあげればよかったよ。長くなっちまったね。遠い昔の話さ。イッサさんはここです。私ともお話しするの楽しい？その子のことが大好きなんだねっていう選択肢で、その子のことが大好きなんだねを私は選択しました。こっちを選択した場合はあのエンディングにたどり着きましたが、多分ね、私ともお話しするの楽しいを選んで最後まで行ったら変わるんじゃないのかなというところなんですよ。あの説がね、まだ私自分の目で見てないんでちょっと信じがたいんですけれども、これで違ったらもう悲しいけどね。いやー、でもここ以外にだってエンディング分岐しそうなところないでしょ。では、私ともお話しするの楽しい？ああ、もちろんさね。うんうん。そしたらそんな寂しいこと言わないで。嬉しかったんでしょ？きっとその子もイッサさんに会いたくて話したくて祠に行ってたんだよ。おひなは優しい子だね。そんなことないない。ごめんね、なんか偉そうなこと言ってしまった。そう、照れない照れない。私はおひなにそう言ってもらえて嬉しかったさ。さあ、昔話もここら辺にして、そろそろ上がったらどうだい？のぼせるだろ？うん。そろそろ天人がいたところも平気じゃないかね。じゃあ行ってみようか。ということで、では、ここからまた何かが変わるまでカットしようかなと思いますよ。頼むから変わってくれ。よし、行くぞー。カット。ペッ。村に飢饉が訪れたのは神様が助けてくれなかったからだ。ということは、神様に村娘の首を差し出せばこの村の飢饉は救われると、アリンコと神様のお話の通りだね。エニシが導いてくれますから。だから、嘘だ、こんなの嘘だ。私のせい。私にもっと力があれば村の飢饉を救えたはず。村のみんなを、あの子を救えたはず。私が人の子だったら何かを変える力があったはず。何が時神だ、何が産砂神だ。私は誰も救えないじゃないか。私は疫病神じゃないのかい。キノハ！私はここのシーンにね、伏線があると思っていて、最後のエンディング、どういうエンディングなのか勝手に考察をしていたんですけれど、私が人の子だったらとイッサさんは言いましたね。なので、いや、まあわかんないよ、私が勝手に考えてるだけだけど、私が本当に幸せを願うエンディングとして、イッサさんに人の子になってほしいと願っている。ただお前を愛したかっただけなのに。イッサさん、どうしてだい？そんな寂しいこと言わないでおくれな。そうだそうだ、代わりと言っちゃなんだが、その時神様って呼び方やめてくれないかい？そうかいそうかい、
いつもお前さんからおむすびをもらえるのは私の楽しみだからね。イッサさん、私だよ、ひな子だよ。私の声を聞いて汚れなんかに負けちゃダメだよ。木の葉、木の葉、木の葉、そんなところにいたのかい。ダメだ、私の声が届いてない。お待ち、お待ちったら。いや、もう私のそばにいない方がいい。木の葉を傷つけたくないんだ。おい、そんなこと、そんなことを言うじゃないよ、イッサさん。そんなことを、傷つけ、木の葉を、木の葉は、約束は。戻ってきました。震えちゃダメだ、固まっちゃダメ。恐怖で頭が働かない。でも今の私にできることがまだある。ごめんよ。足を動かして走って逃げるんだ。諦めちゃダメだ。イッサさんは縁があるって言ってくれた。きっと何か理由があって会えたんだ。こんなところで死んじゃダメ。イッサさんに私を殺させない。私はイッサさんと絶対に幸せになる。絶対に助ける。イッサさんの笑顔をもう一回見るんだ。こんな悲しそうな顔じゃなくて、幸せそうなイッサさんの笑顔が見たいよ。私はイッサさんのためにも生きなきゃいけない。絶対に捕まるわけにはいかない。木の葉さんのためにも捕まるわけにはいかないんだよ。行き止まり。イッサさん、私だよ、ひな子だよ。お願い、私の声を聞いて。私、イッサさんに伝えなきゃいけないことがあるの。木の葉、イッサさん。天国の様子がおかしくなったと思えば、やはり男は持たなかったか。ありがとう、お釈迦様、ありがとう。あなたはこの忘れぬと言っただろう。あん安心しろ、天道隊がこちらへ向かっているようだ。あともう少しの辛抱だが。お母さん、これほどまでの汚れ、すまない。私の力では多少の時間稼ぎにしかならないようだ。お母さん、人の子よ、もうすぐ天道隊が。それまで持ちこたえろ、逃げろ。やめて、イッサさん。木の葉、私からもう離れないでおくれ。天道隊が来るまであともう少し。ここで逃げ切れたら私は死ななくて済む。違う、違うよ。私がイッサさんに会いに来たのは逃げるためじゃない。私は、イッサさん、私ね、イッサさんに縁があるって言われたこと嬉しかったよ。会ったのはたまたまじゃなかったって。変だよね、私。イッサさんに会ったばっかりだったのに。イッサさんが私を助けてくれてたように、私にもイッサさんに何かできることがあるって、そう思ったから。だから、
きっと大丈夫ですよ。エニシが導いてくれますから。だから、必ずまた会いましょう。イッサさんに会いに来たんだよ。ひなこ。見そがれた、汚れ、いや、イッサさんが、戻っていったね。イッサさん。おひな。心配かけたね。来てくれたんだね、おひな。私との約束、ちゃんと果たしてくれたんだね。イッサさん、一緒にめぐる町に帰ろう。私は本当に幸せ者さね。イッサさん？ごめんよ、おひな。私は汚れに満たされすぎた。だから。いやだ。お願いだから、そんなこと言わないで。あの時木の葉もこんな気持ちだったんだろうかね。だから、私はね、おひな。消え。何が光って、それは、私が木の葉にあげた、みそぎの飾り紐。私の体の汚れが、消えた。その飾り紐は、汚れを払う力を込めておいたからね。しっかり持っておくんだよ。木の葉さんが置いておいてくれたから。おかえり、イッサさん。ただいま、おひな。会いに来てくれて、ありがとう。しみったれた空気は性に合わなくてね。さて、こっから出る方法だが。それならきっと、あれ？なんか違うよ？どうしたの？ここは、人の子に時の玉の神。汚れ多きこの場所で、よくここまでたどり着きましたね。天道隊から知らせを受けましたが、どうやら私は必要ありませんでしたね。神様。なんだろう、暖かくて不思議な感じのする声。あの何でしょう。あなたはイッサさん、時の玉の神様の罰をどうにかすることはできるんですか。巡る村の罪の呪縛。そうですね。何百年と時の玉神が受け続け、さらに天国へ迷い込んだ人の子を導く手助けをした。もう十分罪を償ったと言えましょう。ですが、罰は罰。私には罰をなかったことにする力はありません。ただ、人の子がそれ相応の代償を払うならば、万物の神から受けた罰から、あなたを解放する呪術を与えます。どうしてお雛が、私の罪には関係ないじゃないかい。あなたも分かっているのではないですか？彼女は関係ないことがないと。それに、憔悴しきっているあなたからは、払える代償は何もないでしょう。
代償は、私はどんな代償を払えば、イッサさんは解放されるんですか？そうですね。生きている時間や思い出、記憶の積み重ねこそが人生だとしたら、あなたの人生の一部をいただけますか？え？記憶を消されちゃうってこと？人生の一部？もっと詳しく言えば、天国を出た段階で、天国で起きた記憶のすべてをいただきます。その方がこちらとしても、世の均衡が保たれますので。天国での記憶、すべて。もしそれを渡したら私は、イッサさんのことも忘れちゃうんですか？ええ。おひな、容易な選択ではないでしょう。じっくりと考え、あなたの選んだ道を選びなさい。なにそれ、そんなの選べないよ、そんなの選べないよ。イッサさんのこと忘れたくないけど、でもイッサさんには罪から解放されてほしいっても思う。私には払わないという選択肢はできない。代償を渡します。代償を渡す場合、ゲームで過ごした今までの時の記憶、どういうこと？ゲームで過ごした今までの時が記憶から消されます。すなわち、すべてのゲームデータが消失します。あなたは本当に、すべての記憶を代償にする道を選びますか？もともとは、人生なんてセーブなんてできないんだよね。時の玉の神、すなわちイッサさんがいたからこそ、このセーブデータはあったわけで、それを思えば、セーブデータが消えてしまうっていうことは、通常通りの人生を歩むということで、別に、思い出が、縁がって思うけど、縁は切っても切れないから、大丈夫です。はい。決めました。私の記憶を、代償を渡します。おひな！イッサさんのこと忘れちゃうのは嫌だけど、でも私、イッサさんに、時神様に縛られてほしくないよ。これからは、自由に生きてほしいから。それにね、時の神様のイッサさんに言うのもなんだと思うけど、私が歩んできた人生は、記憶に残ってるものだけじゃないって思うから。記憶だけじゃない、もっともっと深くて大事なところで覚えてると思うから。その通り。本当にいいのかい？だからイッサさんを解放してください。お願いします。わかりました。その代償、あなたが属性へ戻った時の引き換えにお受けしましょう。時の玉の神をめぐるの村から、産砂神から解放します。それに、規律や定め事を重んじる天道体の方も、ちょっと鼻かませて。規律や定め事を重んじる天道体の方もこうおっしゃいましたね。お前は今日限り、めぐるの村の産砂神をお役御免だと。戻った。
おひな、大丈夫かい？なんともないかい？うん、大丈夫だよ。おひなはあの提案を選択して、本当に。ひな子、こんなところに。うん？しずるさん、よかった、来てくれたんですね。おやおや、私がいない間に随分と仲良くなったんじゃないかい？話や事情はすでにひな子から把握済みだ。こうなった状況も、一部は天道隊に非があるからな。随分と素直なこと。イッサさん、しずるさんいい人なんだよ。こうして迎えにも来てくれて。はは。なんだその顔は。いや、なんでもないよ。ささ、早速案内しておくれ、しずるちゃん。やめろ、その気色悪い呼び方は。こっちだ、行くぞ。どうなっちゃうの？どうなっちゃうの？ここは私が天国へ来た時の。この先へ進めば鳥居があるだろう。そこにある鳥居をすべてくぐるんだ。ここを通れば。出口は案外近いところにあったんだね。さあおひな、天国とおさらばするよ。うん。そうだしずるさん。なんだ。天でもこっちでもたくさんお世話になりました。本当にありがとうございました。世の均衡を保つためと絹さんのためだ。貴様のためではない。だが礼は受け取っておく。はい。そら、とっとと行け。もう二度と天国なんてところに来るんじゃない。しずるちゃんの可愛いお顔も拝んだし、進もうかね、おひな。じゃあね。さあ、私が選んだ選択肢は、どういうエンディングになるのか。この先へ行けば。ああ、帰れる。けど、ここから出たら、私の記憶は。イッサさん、また会えるよね。もちろん。おひな、これだけは今言わせておくれ。あの時お前さんは私の力を貸してほしいと言ったけれど、力を貸してもらっていたのは、お前さんに助けられていたのは私の方さ。お前さんは一人じゃ前へ進めないと言っていたけれど、ちゃんとその二本の足で立って進めていた。そう思ってた。お前さんにああ言ってもらえるまで。だから私も言うさ。お前さんがいてくれたから頑張れたと。お前さんとさよならすることが寂しいと。けどね、おひな。さよならをしても縁は切れない。おひなが望んでくれるのなら、私たちの縁は結ばれたままさね。絶対に。めぐるの村の祠でお前さんを待ってるよ。絶対に行くよ。おむすび作って持ってくよ。そりゃ楽しみだ。それじゃあまたね、イッサさん。あ、またね。絶対にまた会おう。ずっと真っ暗。あれ、何か聞こえる。これはお父さんとお母さんの声。ねえ、あのね、聞いて。なんだか長い夢を見ていたような気がするの。内容は忘れちゃったけど、私ね、たくさんたくさん頑張ったんだよ。それでね。ひな子。
いい天気。忘れちゃったの？やっぱりそうだよね。あー、いや、イサさんどうなっちゃったかな。おむすび辞典。あ、ごく軽く形を整える程度に握るといいって書いてあったわ。よし、おむすび持っていこう。祠にな。学校なんか行かねえよ。祠に行くんだよ私は。よ、ありがとうお母さん、行ってきます。もうニュースはいいや、どうでもいいわ、捕まった人なんて。ほら、よし、学校行く前に森の祠に行かなきゃ。どちらにしろ日課だったからね、ひなこちゃんのね。はあ、どうなっちゃうんだろうな。私が選んだ選択肢は間違いじゃなかったと信じたいんだけどな。頼むよ、お願いだからよ、幸せなエンドを見せてくれよ私に。やばい、鼻詰まってきた。ちょっと待って、ちょっとここの道を上に行く前に鼻を噛んできます。行こう。はい。あの日からここでの挨拶ももう日課だな。助けてくれたあの人、一体誰だったんだろう。あー、もう本当に一番最初のあのちっちゃい頃のうぶす神様の、ていうか、まあ時を何度も何度も巡ったもののけ一茶さんの話をしているね。今日はポカポカしてて本当にいい天気だな。まだ時間あるし、ここでおにぎり食べてから学校に行こうかな。あれ、なんで私、あっ、そんなところで何をしてるんだい？学校はいいのかい？こんなところでおむすびなんて、お前さんは俗世でもちっとも変わらないんだね。あれ、私、この人、知ってる。知り合いでもないし、会ったことないのに。私、あなたは、私かい？私はね、おひなに、ひなこに会いに来たんだよ。よかった、伊佐さん。人間になってる。ああ、もう言葉にならないな。最高のエンディングですね。もう今までゲームでプレイしてきた中のどんなゲームよりも一番泣いたかもしれない。もう
幸せになってほしいよ。ありがとうございました。本当に最後までこの動画を見てくださった皆様にもありがとうございました。そしておむすびを作ってくださった草壁様、ありがとうございました。おしまい。本当に素敵な物語だったな。お、しずる、先日の変国の一件はでかしたな。ありがとうございます。お前に新しい任務だ。めぐるの村を見そいでいた時の玉神が消えた件は知っているな。はい、役目を終え属性転生したと。あー、よかった。ああ、そのおかげでめぐるの村に汚れが溜まり始め、事故や病気が相次ぐようになっている。さらに未だ小さいがもののけが現れ、怪奇めいた事件が起きたという話も聞く。そこでだ、しずる、お前には人間として属性を降り立ち、しばらくはめぐるの村を見そぐ任務をやる。めぐるの村には先日の変国事件で知り合った人の子らもいるんだろう。よろしく頼むぞ。御意に。頑張ってください。おう。ああ、セーブデータ全部消えてる。ああ、よかった。でも、一番最後に、このエンディングを見ることができて、幸せでした。おむすび、楽しむこと、もうダメだ。ちょっと頭の中整理させて、ちょっととりあえず、鼻をかませてください。鼻を噛んでまいりました。おむすび、最後まで楽しむことができました。このゲームに出会えて私は幸せでした。本当に、あー、記憶、本当に私もセーブデータというか私の記憶からすべて消してもう一回このおむすびをやり直したいと思うくらいには本当に神ゲーでした。 BGM も最高だし、セリフ一つ一つも大切に大切に読ませていただいて、本当本当にもう感情移入が止まらなかった。おばあちゃんもすごい好きだった。イースタさんめっちゃ好きだ。しずるさんもなんか途中で嫌いとか言ってごめんよ。あれは照れ隠しだ。かっこよかったし普通にいい子だったよ。ひなこちゃんは何も文句言うことはない。素晴らしい。本当にぽっちゃりなところももう全てが魅力です。大好きです、おむすび。それではありがとうございました。また次のゲーム実況動画でお会いしましょう。お相手はひなぴよでした。バイバイ。